どうも、キャプテンです。ということで、今回なんですけれども、毎年恒例、夢のセットリスト、こちら、公開していきたいと思います。自分自身が思う、ワンオクロックの、もう最高峰の、セットリストを組んでしまおうという、そういった企画です。願望に願望を積み重ねたセットリストを皆さんに公開していくんですけれども、かれこれこの企画はですね、確かね、3回くらいもやってて、毎年恒例なんですよ。今までね、見てくれていた方は、わかると思うんですけれども、めちゃくちゃです。僕のワンオクロックの好きな曲を詰め込んだセトリを今まで公開してきました。ただし今回は違います。忙しいです。カキカレーの仕込みほどじゃないですけれども、まあ、かなり忙しかったと。靴下もモコモコになっちゃうくらい。そんな中で夢のセトリ、これ毎年恒例なので、もう2022年なんでやんなかったんだいと。そうならないために今ね、急いで作りました。なのでこの2022年の一番最後の動画、あまり編集しないで投稿してしまうかもしれませんが、まあ、そこのところよろしくお願いいたします。ということで、夢のセットリスト2022公開していきます。はい、ということでこちらが僕の夢のセトリ2022年バージョンです。どうでしょうか。1曲目はアイオブザストームということで、アイオブザストーム1曲目に持ってきたんですけれども、普通すぎてつまんないっていう方いると思うんですけれども、まあ確かにそう。でも持ってくるっていうことはそういうことですよ。大好き。アイオブザストームジャパンツアーで1曲目として起用された曲で、演出もかなりかっこよかったと。ジャーク感、そしてかっこいい。まあこれです。これを兼ね揃えている曲は僕の大体好みです。なので何が言いたいかというと、まあそういった曲いっぱい出てきます。よろしくお願いします。ただまあ今回は今までと違って好きな曲をただぶち込んでるってだけではないんですよ。今までのワンオクロックのライブのセトリ、実績通りにやってます。バラードの前に入る曲はこれだよねとか、バラードの曲はこの位置だよねとか、あとはインストルメンタルの後の曲とか、すごい大事になってきます。まあそういうワンオクロックの今までのライブのセトリの概念っていうのは守ってきました。確かにまあこれから公開する曲だけを見るとイレギュラーです。イレギュラーですが、全体の流れを見ると実は違和感なかったり、あったりとか、まあそんな感じなんで、まあ見ていただければなと思います。ということで、1曲目アイオブザストームです。そして2曲目ロスト&ファウンドということで、絶対にやらない。僕ね、大好きなんですよ。昔はこう激しい曲、あとシャウトとか、まあそういった曲が好きだったんですけれども、やっぱりね、成長するごとに好きな食べ物が変わるじゃないですけれども、好きな曲っていうのも変わってくるんですよ。バチバチのロックもいいんですが、そういう系の曲はね、しばらく聴かなくなりました。じゃあなんでロスト&ファウンドを選んだのかっていうと、2曲目って大体そういう疾走感があって、かつ破壊力のある曲を入れがち。だからそこら辺は今までのライブの実績通りにやってきたつもりです。でもさ、ロスト&ファウンドの疾走感がいいんだよね。あとはまあクリアな声っていうよりか、ちょっとガラッとした声がまあ僕は好みかなと思います、このロスト&ファウンドに関しては。ってことで、じゃあ3曲目いきたいと思います。3曲目はライトバイユアサイドということで、アレキオピーナさんと。ライトバイユアサイドいつも2曲目あたりに持ってこないって思ってる人、なかなか2です。結構僕の動画見てるんだなと思うんですけれども、確かにライトバイオサイドは今までは2曲目に持ってくるとまあいいのかなと思ってたんですが、ちょいちょいちょいと皆さん思い出してください。アルバムツアーやるときですね、2曲目入るとき、皆さんタカなんて言ってます？まあ例えばラグジュアリーディジーズだと、ラグジュアリーディジーズジャパンツアー2000パパパパンって言ってないですよね。まあそんな感じでタイトルコールを言うんですよ。なんですけど、このライトバイオサイドに限っては、イントロない。ドゥックドゥックしかないの。まあ、この曲を2曲目に持ってくると、まあ、どうなるかっていうと、ラグジュアリーディズニージャパン、ラケチューノーです。前代未聞のライブになっちゃうんで、ある程度2曲目は、あれ？ロスト&ファウンドもイントロなかった。やばい。なかったことにしてください。ラグジュアリーディズニージャパン、ラケチューノーです。ということで、4曲目。ディーパーディーパーです。はい、ということで、ラグジュアリーディジーズジャパンツアーでもこの辺りでディーパーが来るんじゃないかなと思うんですよ。まあ、あとは個人的にもこの辺りで来てほしいって思ってる。あとはまあ久しぶりですからね。あと個人的に大好きですし、本当に僕はこの曲でワンオクを好きになったって言っても過言ではないです。一番最初のとこもそうですが、曲の途中のスクリームもたまらない。それでまあ4曲目に持ってくるのがまあ一番ベターなのかなと思いました。ということで5曲目入る前に、ここでプチ MC を挟みます。で、挟んだ後に、We are。 大体ここら辺でテイキングオフを持ってきがちなんですが、秋田とかじゃないですけれども、やっぱりテイキングオフは一回お休みしていただいて、でちょっとあの一番最初のイントロ部分とか、まあ、似てるかなと思いまして、 We are を入れました。でここら辺でだんだん盛り上がってきたところで、6曲目、 Outside ということで、ここでラグジュアリーディジーズの中の曲です。これはおそらく僕の予想ですが、ラグジュアリーディジーズジャパンツアーでおそらく歌わないかもしれない、そういう可能性のある曲なので入れておきたい。夢のセトリでここでアウトサイド入れました。本当にかっこいい。あのドライブしてる時に聞くと半端ない。多分ね、分かる方いるかな。まあここでアウトサイド来て、次に7曲目入る前に MC、 7曲目
クロックストライクスということで、まあ普通ですね。まあ大体クロックストライクスはここら辺だろうっていうことでまあ入れました。あとはまあライブバージョンのクロックストライクスがもうほんと好きなんですよ。あのロングトーンといいね。完璧なんです。で、やっぱりこの MC の次に入る曲っていうのはもうクロックストライクスかクライアウト。この僕の中では2択なんですよ。前半戦の中の前半後半を分けるこの真ん中の区切りの曲っていう僕のあの感覚なんですが、まあここでクロックストライクスを入れることによってこのライブのバランスを保ててるって僕のイメージなんですよ。で、7曲目にクロックストライクス入れて、で8曲目ですね、ロストイントナイト、そろそろやってっていうぐらいなんですが、仮に歌うとしたらお祭りライブになっちゃうのかなと思います。アルバムツアーでは絶対歌わないと思います。で、なんでここにロストイントナイト入れたかっていうと、クロックストライクスの次の曲って大体こう邪悪感あふれる疾走感のある曲を入れがちなんですよ。僕もその流れが大好きなので、まあ、ここでぴったりだなと思ったんでロストイントナイト入れました。そして9曲目、メモリーズ。だんだんクロックストライクス、ロストイントナイトつってどん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 テンポを上げていく流れなんですが、どの曲を持ってきたらいいかなと思った時にメモリーズ持ってきちゃいましたね。今ね思うとここプルーブでもよかったなと思います。じゃあなんでメモリーズ入れたかっていうと、次の曲でわかります。次の曲、10曲目。マットワールド。同じアルバムの収録曲、かつ、アルバムの中では7曲目、8曲目って連番じゃないですか。だからちょっとね、僕の中では違和感を感じたんですよ。その前にね、メモリーズを入れました。で、10曲目、マットワールドですね。これに関しては、この位置にマットワールドを置くのが僕の中での理想です。このマットワールドから次バラードに入るこの流れが完璧すぎるんですよ。メロディーが。だからここで入れたい。で、さっきも言ったんですが、次でバラード入ります。11曲目。Your Tears Are Mine。 バラードの中ではこの曲僕大好きなんですよ。やっぱりね、暇さえあれば口ずさんでます、この曲は。次、12曲目、 Can't Wait。 アコースティックバージョンです。個人的に Can't Wait 大好きなんですが、もうタカ普通バージョンでは絶対歌わないと言ってるんですよ。アコースティックバージョンでも絶対歌わないと思うんですが、個人的に聴いてみたいなと思うんですよ。 Can't Wait のアコースティックバージョン絶対透き通ってんですよ。もう想像しただけでも靴下モコモコになって。で、13曲目、Fight the Night、 アコースティックバージョン、データアコースティック、これも聴いてみたい。もう Can't Wait と同じで、もう Fight the Night をアコースティックバージョンで歌った時の透明感、これが聴きたい。人生一度でいいです、これ聴いてみたい。そしてインストルメンタルが入ります。楽器隊ですね。演奏ジャカジャカ鳴らした後、14曲目、ニオン。盛り上がる曲といったらもうこれですよ。前回の Eye of the Storm の曲の中ではプッシュバック要素が含まれてるかなと思います。僕は個人的にプッシュバックより好きですね、この曲は。タカのオペラチックに歌う感じの声の出し方、もうあれたまんない。15曲目、ジュブナイル。大体のライブは人生かけて僕のアルバムの中から1曲2曲つまみ出してセトリに織り込むんですが、このジュブナイルだけまだ歌われてない。これね、ラグジュアリーディズイズジャパンツアー、まあやりますけれども、このセトリに入れてもね、違和感ないと思うんですよね。だからそろそろ来てもおかしくない曲なのかなと思います。この曲の一番好きなところって言ったらもう皆さん声を揃えてシャウトです。あそこ、半端ない。ライブで1回は聴きたいなって思う曲の一つです。そして16曲目、オニオン。ありがとうございます。ここで入れた理由っていうのは、皆さんワンオク、まあ、好きな方はって言ってると思うんですが、このインストの後の 1,2,3 曲、これはぶち上がる曲を持ってくるんです。ここら辺で落ち着いた曲を持ってくるっていうのはやっぱりナンセンスなのかなと思います。まあごめんなさい。ここは結構慎重に考えるところで、あまり下手に自分の好きな曲をぶち込めばいいやみたいな、そんな感じではないんですよ。一応バランスを見て激しい曲を持ってきた、でその中のオニオンを持ってきたって形です。そして17曲目、ソファゴン。ここら辺でワンオクは大事な曲を持ってくるんです。キーを落としてもまあそれはそれでかっこいいんですが、やっぱりソファゴンの強みって言ったらキーが高い、これがストロングポイントだと思うんですよ。なのでできればここで元気でバコン行ってもらって、次の曲ザ・ビギニング、もう終盤に差し掛かります。さっきねクロックストライクスのとこでも言ったんですが、後半曲の中の前半後半を分けるこの区切りの曲なんですよね。だからマジでビギニングは優秀だと思う。うわ、もう後半入るじゃんみたいな、どんどん盛り上がっていこうぜみたいな、そんな曲の始まりなんですよ。だからここでビギニングを持ってくるのは一番無難。19曲目、ワンバイワンということで、あざす。まぁ、ちょっとマイティはお休みしていただいて、で、それにちょっと似てる曲っていうか、破壊力のある曲って言ったら僕の中ではワンバイワンかなと思って、ここで入れました。僕ね、結構大好きです。そして、ラストの曲、20曲目。レネゲイズ。もう最後、バシッと、力強く決めてもらって、まぁ、終わってほしいなっていうのはありますね。そして、アンコール。アンコールの1曲目ですね。21曲目。The Samers。まあ、2022年になってなぜか知らないんですけれども、僕結構ドハマりした曲の一つなんですよ、 Samers。 昔から好きなんですけれども、もうより好きになりましたね。アコースティックバージョンでもないし、
この普通のメロディーのザ・セイマーズが聴きたい。それで、まあ、21曲目に入れましたと。そして22曲目、ディシジョン。これ頻繁に聴くかって言われたら、まあ、実はあまり聴かない曲なんですが、やっぱりこう終盤に持ってくるっつったら、このディシジョンがもう一番バシッと決まる。イントロこれ聴いてくださいよ、これ。Well, well, oh, 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 well, oh, 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 oh. そして23曲目。アンコールの一番最後、このライブを締めくくる一番最後の曲ですね。完全感覚ドリーマーということで、今までの僕だったら絶対に入れてません。まあ、タカも言うように僕もあの歌いすぎたよねっていう感じですよね。なのでちょっとお休みしてもいいかなって僕個人的には思ったんですが、入れました。これ以外で締まる曲ってあんのって思った時にあるんですが、 Wasted Nights とかね、すごい優秀な曲でバシッと締まるんですが、やっぱりね、完全感覚ドリーマーにはちょっとね勝るかなと思ったんで、まあ、ドリーマーですね、無難に。まあ、ちょっと申し訳ないんですけれども、入れさせていただきました。どうでしたでしょうか、夢の瀬戸り2022ですね。まあ、なかなか、まあ、イレギュラーな曲なんですが、結構バランス取れてんじゃないかなって僕個人的には思います。実現は絶対にないです、絶対にないですが、ちょっとあの実現してほしいっていう矛盾が生まれました。ということで、2022年上半期下半期あって、上半期の方はなかなか活動ができなかった年でした。ワンオクもその頃裏では動いてたと思うんですけれども、表ではなかなか発表がなかったので、まあ、僕も動こうにも動けなかったっていうのが事実。そして、9月からですね、ワンオクロックはラグジュアリーディジーズという新しいアルバムをリリースしたと同時にですね、僕のチャンネルも動き出しました。本当にワンオクロック様々です。ありがとうございます。来年はワンオク上半期にライブバチバチにやります。なのでこのチャンネルもめちゃめちゃ盛り上がるんじゃないかなと思います。で、プライマルフットマーク抽選でラグジュアリーディジーズジャパンツアーのライブ結構当選しましたよね。今までの参戦方法じゃないので、まあ、いろんな各所回るので、ちょっとね、来年上がる動画楽しみにしててほしい。めちゃめちゃいい動画にしますので、ぜひね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あとは概要欄にインスタ、ツイッター、TikTok の URL 貼ってありますので、そこから飛んでいただいてフォローの方よろしくお願いします。